訓練モジュール起動。環境演算開始。仮想機械リリース。行きましょう。頑張ってるな、雷の律者。あんたの体内の崩壊エネルギーは安定しつつある。予想通り、あんたはあの力をコントロールできるだろう。邪魔しないでと言ったはずだけど。そう冷たくするな。私たちは仲間だ。仲良くした方がいいだろ。あんたのこと、もっと知りたいな。ジャッカル、時間を無駄にするな。本題に入ろう。はぁ、つまらないやつ。ライデン・メイ、ついにヨルムンガンドにその力を捧げる時が来た。虚数特異点に対する観測によると、次の大型崩壊はもうすぐ発生する。それにより、ヨルムンガンドの目標を実現するための礎、崩壊が育んだ最強の生物がもたらされる。そう。ライデン・メイ、あんたのような律者だ。簡単に言うと、聖魂計画において重要な点は、すべての律者を手中に収めることにある。今、孫主は別件で忙しいため、自ら指揮することができない。これは我々が忠誠心を示すチャンスだ。孫主の堅実な盾となり、聖魂計画の実行を完遂する。ライデン・メイ、お前の力はヨルムンガンドにとって必要不可欠な武器だ。そのため、これから訪れる崩壊を共に対処してもらう必要がある。約束は守るわ。けど、私たちは互いに利用し合う関係でしかない。仲間だとは思わないで。私はただの傭兵だ。他人を仲間だと思ったことなどない。それで律者を倒せばいいの？いや、死んだ律者では何の意味もない。ヨルムンガンドが必要なのは停滞した律者だ。停滞？ああ、ちょっとした贈り物を用意した。黄泉の杖というものだ。へえ、それが計画の中にあった虚数干渉器か？干渉器？そんな安い名前で呼ばないでくれ。
それは全文明が残した偉大な遺産。天命ですら再現できない科学の奇跡だ。その価値は想像すらできない。正直に言うと、今すぐにでもあんたにその力を実感してもらいたいところだが、残念ながら、現段階でヨルムンガンドが集めた材料では、作れるのは八つのみ。それほど貴重なものだからこそ、この八つの黄泉の杖は慎重に使わなければならない。で、それは一体どうやって使うの？いずれわかるさ。各位、一分前、崩壊がサンゴ島という東南アジアの都市で発生した。天命のバルキリー部隊はすでに出撃している。行動を開始しよう。皆さん、目標地点まであと5分です。今回の作戦内容を説明します。今回の崩壊発生地、サンゴ島は、180万の人々が住む人口島都市です。東南アジアとオセアニアの境界に位置し、太平洋エリアの重要な経済貿易中心地でもあります。すでに崩壊発生から30分が経過しました。サンゴ島の崩壊は全面的に蔓延し、楽観視できない状況です。さらにまずいのは、先ほどサンゴ島に駐屯していたバルキリー部隊、雪連小隊と音信不通になったこと。現在、先遣バルキリー部隊が該当エリアを封鎖し、前線拠点を築きました。不朽なる刃は到着後、攻略戦力としてサンゴ島内部に突入し、他の部隊のため道を開きます。それから、司教様からのご命令ですが、今回、ヨルムンガンドも盟友として作戦に参加します。天命は通常の崩壊対応作戦だけ担当し、リチ者を発見した場合は、ヨルムンガンドに対応してもらうとのことです。承知しました。各員注意、出撃準備を。急なる刃、作戦開始です。こちらです。ついてきてください。刃、着陸完了しました。私たちの現在位置はサンゴ島外側の海上大橋です。不朽なる刃は大橋を突破し都市部に入り防衛。私とリタは前線で崩壊銃の殲滅を担当しましょう。他の者は救援任務を優先的に行い生存者を守る。かしこまりました。目覚め、栄養の守護者。
報告です。サンゴ島の崩壊エネルギーが今なお上昇し続けています。そしてただいま都市部でリッシャーの反応を検出しました。座標を送ります。この位置、リュランダル様、10分前雪連正体が音信不通になった場所です。リタ、支援に行きましょう。かしこまりました。しかし隊長、司教様にはリッチ社に手を出すなと言われています。勝手に行動したら処罰を受けますよ。アルビトルさん、私たちの任務は崩壊の処理です。音信不通になったバルキリー部隊を助けることもそれに含まれています。こういう時は臨機応変に対応いたしましょう。なるほど、それなら命令違反ではないですね。さすが副隊長。他の者は計画通りに動いてください。座標点で合流しましょう。かしこまりました。こちらです。ついてきた。ヴィランダル様、大橋の上は混乱しています。外側の配管から進んだ方が早いかと。ええ、そうしましょう。私の番ですね。ついてきてください。視野ばかりですね。突破を続けます。時間がありません。かしこまりました。ライデン・メイ、戦闘は勝たなければいけません。あなたはライデン・メイさんですね。まさかヨルムンガンドにいるとは思いませんでした。私には進むべき道があります。それだけです。メイさん、主教様がおっしゃっていた盟友とはあなたのことだったんですね。入ったばかりの新人さんをこんな危険な場所に派遣するなんて。ヨルムンガンドには他に人材がいないのでしょうか。これはこれはリタさんじゃないか。久しぶりだな。渡りガラスさん。安心するといい。天命とは違い、ヨルムンガンドは人海戦術を好まないからな。人数は多くないが、私たちはきちんと任務をクリアするさ。それは失礼いたしました。今回はどんなものでリツ社と戦うのか楽しみにしております。ガス？貨物車？それとも自爆爆弾でしょうか？以前、私一人でそちらの任務を台無しにしたことは悪いと思っている。今でも、申し訳なさでいっぱいだ。こちらこそ、
上条製薬の計画を邪魔したことで、せっかくの偉業を台無しに終わらせてしまいました。気にするな。今回、律者は我々で処理する。そちらは後方支援を頼むよ。お手間をおかけし、申し訳ございません。ですが、ご安心ください。万が一、あなたが犠牲になりましたら、私が責任を持って、手厚く埋葬いたしますので。ご厚意感謝するよ。リタさんも身の安全に気をつけるといい。ええ、そちらこそ。リタ。失礼いたしました。天命と争うつもりはありません。私たちの目的は一致しています。同盟なら各自の使命を果たし、互いに干渉しない方がいいでしょう。バルキリー部隊は都市外周で待機し、生存者の撤退や崩壊拡散の阻止を担当します。約束通り、律者はあなたたちに任せます。私たちは勝手に手を出しません。ありがとうございます。律者はサンゴ島の中心に移動しています。早く行ってください。リタさん、私たちも握手しようじゃないか。すみません。私は仲間を殺した人と握手したりしませんので。まあまあ、そう怒るな。これ以上付きまとうようなら、容赦しませんが。ああ、まあ、一方的な望みということで。天命最強のバルキリー。やはり手強いな。もういいでしょう。出発するわよ。行きましょう。このトンネルを出るとサンゴ島の都市部だ。フクロウとはそこで合流することになっている。行きましょう。ここだ。誰もいないようだけど。ああ、来たよ。遅いぞ。途中で旧友と遭遇して少し挨拶を交わしてたのさ。例の S 級バルキリーか。彼女の相手をするとはお前も苦労好きだな。まあいい。俺はヨルムンガンド幹部、コードネームフクロウ。よろしく頼む。
今回任務が無事クリアできるよう俺も協力する。協力はいらないわ。そうか。では律者は頼んだ。俺は先に行くぞ。もう一度言ってみろ。ふん、冗談だ。そいつは情報収集が専門で隠密行動のプロだ。私たちの力になる。だらしないように見えるが能力は確かだ。ライデン・メイ様、今回の崩壊で第五律者の誕生を確認しました。ジャッカルの指示に従い黄泉の杖を用意した。あなたが律者を倒した後、俺が彼女を捕獲します。メイでいいわよ。あれが孫子の言った雷の律者か。少し弱い気がするな。任せて本当に大丈夫か。心配ないさ。私たちと同じ、彼女にも戦わなければならない理由がある。わかった。楽しみに待っておく。こどかし。フクロウ、ずっと私とメイで戦ってるんだが、お前も少しは協力する気ないのか。ライデン・メイがいれば俺なんかの協力はいらないだろう。力を温存して律者との戦闘に取っておいた方がいい。お前な。喧嘩はやめてくれる？それで律者の助さっきから律者の信号は移動をやめている。行きましょう。ここはそいつが最後に出現した場所だ。感じる。律者はこの近くにいる。この氷柱、熱帯なのに氷。崩壊エネルギーが溢れ出してる。当たりみたい。中の中の崩壊エネルギーが増え続けている。律者がもうすぐ孵化する。この辺りの崩壊獣はその。お前たちは崩壊獣の注意を引いておけ。俺は氷柱の付近で待機し律者迎撃。ならば先に律者砕けろ。律者目標ロックオン、黄泉の杖、装填準備。行きましょう。
行動開始。フォーエナさん、クリから。離れていく。オーバーよ。待て、考えもせず追撃するのは軽率すぎる。リツ社の能力は見ただろう。想像よりも手強い。その力は彼女と張り合うことができるが、捕獲となるとそう簡単じゃない。もっと完璧な対策が必要だ。遅かったですね。彼女たちは勇敢な戦士です。連れて帰りましょう。かしこまりました。リタ、ここはあなたに任せます。私はこの周りに手がかりがないか探してきます。見てきてください。こちらです。ついてきてください。そうじゃない。いやー！
これは？ギュランダル様、不朽なる刃は外周のトンネルを突破し、こちらに向かっています。他のバルキリー部隊もサンゴ島の出入り口を封鎖し、崩壊の影響範囲をコントロールできております。ギュランダル様、その手にあるネックレスは？アナシャに宛て。このネックレスは彼女のものです。今ある手がかりをもとに判断すると、彼女が今回の崩壊で誕生したリッチャでしょう。彼女は崩壊の侵食に全力で抗いましたが、それでも混乱の中で自分の正体を壊滅させた。まさかこんな結果になるとは思いもしませんでした。デュランダル様、この件をヨルムンガンドに報告しますか？ええ、アルビトル、アナの情報をヨルムンガンドに伝えてください。え、本当に大丈夫ですか？バルキリーの資料は機密情報ですよ。盟友として相手に必要な情報を渡すのも私たちの責任です。彼女たちがどこまでできるか見てみようじゃありませんか。よし、これで障害は片付いたな。ん？この通信は天命？ユルムンガンダの皆さん、不朽なる刃所属のバルキリー、アルビトルです。隊長の命令に従い、天命の調査情報を皆さんにお伝えします。デュランダルの命令？続けてください。どんな情報ですか？はい、今データを送っています。これは？調査の結果によると、こちらのアナというバルキリーこそが、今回の崩壊で誕生したリッチャです。天命のバルキリーが？私たちも驚いてますが、事実はそのようです。アナ・シャニアテ、1年前、雪連小隊の隊長としてサンゴ島に派遣されました。彼女は崩壊が発生した後、リッチャになりました。通信記録を見ると、彼女は必死に崩壊の侵食に抗っていたようですが、残念ながら、アナは他のバルキリーを殺した後、現場を離れました。その時の彼女は、まだ人間としての意識がわずかに残っていたと考えられます。だから、彼女は自分を氷で封じたんだな。それから、リッチャ誕生の現場に、高濃度の崩壊エネルギーが含まれた氷エリアを大量に発見しました。能力はまだ明らかにされていませんが、第五リッチャのコードネームはしばらく、氷のリッチャとします。氷のリッチャの力だが、私たちはもう味わったよ。それは、皆さんはもうリッチャと接触したということですね。ええ。一時的に交戦しましたが、逃げられました。そっちの言った通り、リッチャは鋭い氷を作れるし、爆発によって発生する寒波にもかなりの破壊力があった。厄介な敵だ。でも、こちらで何とかするさ。わかりました。いただいた情報を隊長に報告します。ご協力に感謝します。気にするな。今後そういう機会はまだまだ増えるだろうからな。はい、皆さんの健闘を祈ります。顔を変えるのが早いな。ビジネススマイルだ。何せ今は盟友だからな。行くわよ。誰がリツチャであろうと、今回の危機を早く解決しないと。その通りだ。
時間はそうないみたいだ。